皆様、こんにちは。5月31日生まれの方、お誕生日、おめでとうございます。5月31日の誕生花であるルピナス・フジシラーについてご紹介します。これらの花は、それぞれ独自の花言葉や興味深いエピソードがありますので、早速探ってみましょう。まず最初にご紹介するのは、ルピナスです。ルピナスの花言葉は明るい未来です。この花は鮮やかな色合いや優雅な姿が特徴であり、明るい未来や希望を象徴します。ルピナスは北アメリカを中心に広く分布しており、特に草原や岩場で見られます。興味深いエピソードとしては、ルピナスの花はハチドリなどの鳥や昆虫によって受粉されることが知られています。美しい花を咲かせるために、自然界の生態系との関わりが深くあります。次にご紹介するのは、フジです。フジの花言葉は永遠の愛です。この花は華やかで繊細な花形が特徴であり、永遠の愛や絆を表現します。フジは日本や中国を原産地としており、日本の庭園や公園などでよく見かけることができます。興味深いエピソードとしては、フジの花は茎に沿って規則的に咲く特徴があり、伝統的な日本の美意識や秩序への敬意を表現しています。最後にご紹介するのは、シラーです。シラーの花言葉は友情です。この花は小さな花が集まって咲く姿が特徴であり、友情や絆を象徴します。シラーは地中海地域を原産地とし、特にギリシャやトルコなどでよく見られます。興味深いエピソードとしては、シラーの花は乾燥した環境にも強く、耐久性があります。そのため、困難な時にも友情を支える力を象徴していると言われています。ルピナス・フジシラーは、それぞれ明るい未来や永遠の愛、友情を表現する素晴らしい花です。5月31日が皆様にとって、素敵な一日になりますように、お祈りいたします。